<laughs> そう「じ」に行きました「じ」に行ったのでおやすみツイートでちょっとなんかあれなんか昨日か一昨日見たなみたいなみたいなみたいな写真をあげますのでそうなんか最近写真がなくてツイートできてなくて全然そうだから今日はおやすみツイートしよう <laughs> うーん 秋だね秋ですね寒かった夜になったらなんか映画をなんかレッスンを夕方ぐらいまで受けてて映画を5時過ぎぐらいから見たんですよだから映画終わったらもう7時半とかだったから外出たらめっちゃ寒くってびっくりしましたそうもう映画見終わったらほぼもうお店とかも閉まり始めててそうなんでね もう絵が見終わったらもうそのまま帰ってきたんですけどちょっと歩いて帰ってきたで危ない危ないあのもうすぐアンナちゃんとリネちゃんの誕生日じゃないですかちょっとぴったりなものを買えたのでねよかったギリギリ買えましたよかった買える日あってよかったですね「ジムさんハートありがとうアスパラピーなのピーハートありがとう」 ありがとうございます一段と大人っぽいですかあらありがとうイヤリングつけたけんかなさっきまでつけてなかったのにああなんか今日の服イヤリングつけようかなと思ってつけてみたいい感じですか今仕事終わったお疲れ様ですおつおつパセのは一部買いましたでもまだ付け加える点があります <laughs> 付け加える部分があるのでまだ完成してないですけど、でも映画見るとやっぱあのあれですね目がなんかそう今日はほっこりする映画だったから良かったけどなんかさずうんてくる映画見た日さめっちゃ帰るとき憂鬱じゃないですかだからじゆったり見れた今日の映画は今日は昨日何食べたを見てきたんですけどそう西島秀俊さんが主役かな。 の映映画画ななななんんんでですすけどなんかメシテロな映画なんですよドラマが元はといえばあってそうネットリックスでね全部見てたんですけどもう何週も見たんですけど映画がやっと公開されましてそう今日はねなんかね <laughs> みたいなねびっくりする出来事もないあの本当にほっこりする映画だったからそれなんか満足感とあとポップコーン食べての満足感も。 あ <laughs> ってすごい満足して帰ってきましたそうご飯がおいしそうすぎるドラマそうなのそうなのなんか孤独のグルメとかもよく見るんですけどそういう感じで「昨日何食べたわ?なん」は何かそうちょっと男の方たちとの話なんですけど面白かったよめっちゃ平和だったなんか家族の大切さとかも分かる感じだ でもご飯を一緒に食べれる人がいることの大切さとかも分かるやつだった見たいと思ってるぜひぜひぜひでもあの予告であったけど「あなたの番です」の映画版も見たいですね12月に公開だからまだちょっとあるけどそうそうめっちゃ「飯テロ」のやつを見ました今日は映画館めっちゃ空いてましたえっってぐらい 今日祝日だけどよかった空いててって思った他に見てる方が4人ぐらいしかいなかった気がするんだけどなぜ <laughs> か皆さんまあお仕事なのかな,なんか4時とか5時とかはちょっと見にくい時間なのか分からんけどそうねえ穴ンも気になるよねあなたの番ですもうそうめちゃめちゃ気になるから絶対見ようと思ってそれもスケジュール帳に書いてますもう公開日を。 今日見たやつも。そう。今日見たやつも。そう、あの、スケジュール中に見に行こうと思って書いとったけん。そう、楽しみ、また映画が。に。やっほ、こんばんは。やっほ。こんばんは。金友さん、ハート百ありがとう。おもち、こんばんは。やっほ。 うん、そうなんで,でも目はやっぱ疲れたんでしょうねもうジンジンしてますもうコンタクト取りました今日は今日は午前中午前中午後午後かお昼過ぎぐらいかなそうお昼ちょっと前に前髪を美容室に切りに行ってその直後に今日も結構歩きましたなので結構歩いてそうレッスン場も行ってレッスンしてもらってその後にルンルンで。 映画を見に行って映画そんな行かないですねめっちゃ久しぶりに見に行った気がするいつぶりだっけ何何ぶりに見に行ったっけなんかおママと見に行った記憶あるけど何だったか忘れたんだけどそうめっちゃ久しぶりに見に行きましたね結構ネットフリックスとかで見ちゃうからあんま本当の映画館にあんま見に行かんいやったけど ヒロさんさん、んハート100ありがとうそう、映画館で見たい作品久しぶり。そうだった。そう、前にトラさん見た。え、あれ以来って言ったらやばい、めちゃくちゃ前だけど。本当にそれ以来は見てないのかな、私。でも見てないよね。みんなに言ってないなら見てないんだけど。やば <laughs> めっちゃ久しぶり。え それもさ、え2年ぶりぐらいえそんなことあるそんなことない1年半ぶりぐらいかなすごくない <laughs> めっちゃ久しぶりでも今回はママと見たからなんかよかったなんかぼっちねぼっちもかっこいい感じしたけどなんか一人で映画見てる自分一 <laughs> 人で映画見てる自分かっこいいって言うね言う感じもあったけどでもママと。 二人っていうのもほっこりしながら笑い合いながら見れるというのでうんそれも良かったですけどねそうあそうだよ学割使えないでも今日水曜日だからなんか安くてなんかなんか水曜日ってなんか安いとこいいんだよねなんかレディースデーとかあとなんかなんかメンズメンズでなんか安いみたいななんかよわからんけどなんかそんなのか何かでなんかちょっと安くなった今日は でも大人って高いんだね映画なんか学割だと1000円だったからあの大人た高いね1800円普通だったらえっと思っためっちゃ高いじゃんと思ってびっくりしたからほんにめっちゃ見に行きたいやつとかしか見に行かないかも <laughs> でもあなたの番ですもさなんかちょっとちょっと待ったらネットフリックスに出そうだなとか思うけどいやでもね でも最初に見たいよねっていうのもあるしそう映画めっちゃ高いんだね何ナイトショーレートシショョーーレ何それ何それ分からんえでも夜のい夜に見に行く映画ってめっちゃいいよねでもめっちゃ怖い映画を前ママと夜見に行った時に帰りの車がなんか車の通りが少なすぎてめちゃくちゃ怖かった記憶があるんだけどでも夜の映画っていいよね <laughs> なんか日中に見に行くよりなんか夜ってなんか特別感あるなんか休日って感じがするから好きだけど夜だと安いんかそうなんかほほほへほそんなあるんだね知らんかったなんかやっぱもう,もう映画見に行くのって友達とお昼に見に行くとかしかせんかったけんさなるほどね夜安いんだ めっちゃ夜に怖い映画何だったっけそ,その時なんかゾンビ映画的な感じのを見に行った時があって夜にめっちゃ怖かった帰る時 <laughs> なんか車の通りが少なすぎてママと帰っててもこれなんかゾンビ襲ってくるんじゃないかって思うぐらいの静かすぎてボーンってなってもうワーってなるぐらいのそういうやつだったからめっちゃ怖かったけどまあ何もないんですけどね <laughs> あと私あれだねあの未成年だから多分夜のやつ見に行ったことないんだなんか夜10時以降11時以降んかダメだよねだからだ見に行ったことないわだからもうそんな遅くまでなんか外にいることないけどだからだもう行けるんかな18歳過ぎたっけいいよね <laughs> なんかもう5時ぐらいのでも夜の映画って思ってるから私は。 <laughs> だから夜の映画っていいなって思ってる <laughs> 一人でホラーはちょっと厳ししいかもしれないねでもママはなんかホラーなんてなんかホラーとか信じてない感じのだから一緒に見てくれないんですけど友達とキャーキャーわーわー言いながら見るっていうのがいつもの私だったんですけど「ナイチさんハートありがとう!」そうだテロップ書いてなかった。 何にしようかな映画っていいよねって書いとこう。<laughs> っていいよね。おつみほです。おつ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 ,おつ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 そう暗くなっそう暗もう,もう暗いかったらもう6時5時6時以降とかもう私の中で夜だからそう。 自己物件待ってさ聞いたことあるのそのそもう怖いから無理なんだよねなんかなんか好きだけどなんか最近もうビビることがなんか心臓に悪いかもって思い始めてなんか無理になってきたかもなんか本当にあった怖い話とかは見ないこの間も見なかったけど世にも奇妙な物語はあの嘘の話っていうか本当にあったことじゃないから見るけど「デサイザーハートさんハートありがとう!」 お風呂で電気消してほら愛が死ぬじゃん <laughs> もうそこにお化け来たら死ぬじゃんやばやばじゃんいやーちょっとねビビ,ビビリなんでね怖いんですよねえっユニも今週あるマジちょっと録画したっけ私しな,しなきゃしなきゃしなきゃ後でちょっとしようと思ってここにチャンネル置いとこうよし うーんソードアートオンラインなんか懐かしい。ソードアートオンライン好きな友達がいてアニメなんか一時期友達が見てるから見るかと思って見たわ。もう忘れちゃったけど面白いんかね。なんかゲームの話だったっけゲーアニメの中のゲームの話だっけなんか。うん <laughs> チャンネルじゃなくてリモコン <laughs>。チャンネルは何え <laughs> あれ チャンネルはこれか。もチャンネルって呼んじゃうのよ、私。みんな呼ばないのかなちゃんとリモコンって呼ぶ <laughs> 渋谷の登録予約し,してない。しなきゃだよね、確かに。自分出てるからで見れないもんね。<laughs> 確かに、しなきゃ、しなきゃ、それもしなきゃ。皆さんも生で見れない方、ぜひぜひ。リモコン、チャンネル。 <laughs> チャンネルって呼んじゃうチャンネルって呼んじゃうわそうああとオンラインそんなに昔の話だったかやっぱなんかめっちゃ前に友達が好きだったからなんか見た記憶あるもんう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 んれるけど予約も捨てるありがとうそうだねあとから見返せるしね渋谷の音 そう生放送だから出演してる私側は見れないから予約しないとだねぜひぜひ見てね一周制服かと思った確かにっぽいかも今日も京都ってリボン結びが悲惨なことになってるけど中はなんかちょっとブラウンがかったあのブラウスで下はレザーの茶色のショートパンツでした今日はレッスンなんでズボンはかなきゃと思って。 攻めてものそのまま行くからちょっとせめてものちょっと可愛くしたいからショートパンツでした <laughs> そうそう生放送だから高校生組出られんそう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 悲しいけどねでも出れるってなったメンバーはチャンスですしね私はありがたいことに出させていただきますのでぜひ見つけてくださると嬉しいな ビビアのあったあったあったそう,そうこれは最近買ったカーディガンこの間なんか配信中に届いたやつですめっちゃ可愛くてもうずっと着ちゃう <laughs> ずっと着ちゃうしかもこのなんかロングカーディガンまではいかないけどお尻までは隠れるよみたいなちょっと長いちょっと長いカーディガンが最高なんですよ私の好みすぎる形もうん <laughs> 今日も写真撮ってもらったんでママにそう。っ 載せますツイートにそう吉田中央また渋谷の音揃うんだよそう次の日僕隊もあるけどね吉田中はまたみんなリコちもだけどだけど頑張りたいと思いますもうその日までにちょっといっぱい寝て寝て体力温存しとこう <laughs> ちょっとしとこしとこそう頑張るど あ、似合ってますか、洋服もありがとうございます。渋谷の音の時も、ちょ、ちょ、っと都会やけん、ちょっと私服でみんなの前には出らんけど、ちょっと可愛くしていきたいね。<laughs> ちょっと可愛くしていきたいね。でもどうしようかな。どうしたらいいかな。やっぱまたこのカーディガン着ちゃうかもしれない。<laughs> 次は「M ステ」出てください。頑張ります。あのティッシュを持って帰れるようになりたいです。頑張ります。 うんうんうん <laughs> 髪もザラザラそう「サラ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 」<laughs>「東京意識していつも可愛いから大丈夫ありがとう」<laughs> でもやっぱ東京とか,なんか他県に行く時はなんかちょっと気にするなん,かなんかツアーの時とかもだけどなんかレッスン着で行くけどなんかレッスン着の中でもちょっと ちょっとかわいいやつを選びたくなる <laughs> そ,うそ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 うだからちょっと渋谷のあの時もどうしようか考えよううんうん今日 JK か確かにこのイヤリングなくしたら JK かもね下をチェックスカートとかにしてね <laughs> いや JK コそじゃないですよ皆さん これ普通に脱いだら普通のね普通のなんか可愛いカーディガンカーディガンじゃない間違えたこのなんか普通になんか茶色のブラウスなんですけどうんうんこう見るとめっちゃ制服っぽい確かになんかしかもアニメとかに出てくる系の制服っぽいね全然 JK コスとかじゃないですようんうんうんよいしょ 確かに番組後が奈々さんの誕生日それさもう直接言われそうだよねってか直接言われるよねなんかもう結構11時の11時何分からだったっけ出演でも絶対言われるよねだってだってもう11時で一緒にいるんなら12時も一緒にいそうだよねありそうよいしょうん <laughs> マジでかわいすぎーやったー 嬉嬉しい嬉しいいじじゃゃんん似合っててキュンキュンですかありがとうやったにやったよかったよかった <laughs> うん23時10分から23時40分おーじゃあもうそれは大丈夫だね一緒に祝えそうだね 今日の聖地巡礼も空花先輩に空花さんじゃないよ違う方の聖地巡礼だよはてみんなは誰かえでもツイッター見てる方ならすぐ分かりそう昨日一昨日とかツイッター見てたら多分分かるはずなんで楽しみにうんいやーありがとうみんなめっちゃ褒めてくれる今日の服装可愛すぎて今月のライブ着手できない 私は見ちゃうよ <laughs> <laughs> そうおみつうんうん <laughs> 正解かもしれないかもかもかもうんうんうん配信終わったらお休みついともうすぐしちゃってからねしちゃってからお風呂入ろうかなって思うから明日もちょっと早起きなんでそうそうしようかな思います うん、そううんそっか四国のライブ今月か私も今思い出したわ <laughs> 待ってもう今月だ待ってまあ、そっかだからこんなにレッスンがあるのか <laughs> なんか11月もレッスンめっちゃ多いなあって思ってたら多分四国のレッスンだねだけんか <laughs> いやー早いねえ19日だったっけな私たちの初日しかも前半組だから早いんだよねやばっドキドキなんだけどめっちゃ早寝部そうですねアンピーも早寝なんで早寝部なんで早寝,部早寝部に一緒に入部させていただいてやばっ楽しみめっちゃうわ四国のチケット発見した早いね くくささずにあと2週間後取ってておいてくださいだすごいいやなんかレッスンがなんかレッスン題名のない音楽会みたいな感じになるけどなんか題名のないレッスンがいっぱい入ってて11月に何だろうって思ってたらそうだ <laughs> そうだわ四国ではたくさん練習できる時間があるということでまだまだ頑張るぞ <laughs> あとは12月もう,もう来月の今頃には過ぎちゃってますけど僕たちの恋の予感公演も出させていただくので結構ねあのもうめっちゃ前からあの実はねサラピとアンピともう一緒に練習してたからあの出演日程はまだだったけどとりあえずいつか出ることはあるからみたいな感じで一緒にレッスンはあったから。 そうだからね僕たちの声の予感ももう結構半分以上ぐらいは準備できてるんですよなのであ楽しみですね <laughs> お楽しみにですねって感じで本当にそう皆さんでまあでも僕たちの声の予感はあのきさんの生誕祭なのでまあねあの 沖さんファンの方にたくさん当たってほしいのでけれどもそうなので結構 DMM 最善で見るよって方が多いと思うんですけど最善で見てください <laughs> 皆さんお待ちくださいませ誰ポジなのかめっちゃ気になる誰でしょうか楽しみにそこはもう心の中で予想しながら見てくださいさあ来るぞ来るぞって。 ラーラーラーから始まるもんねもう最初がねあの可愛い曲から始まるんでさあ <laughs> お楽しみにです本当におつみほ様です皆様さあ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 予想しながら四国のツアーも瀬戸り予想しながらツアーなのでねツアーなのでね しかも四国なんで何があるのか予想しながらよろしくお願いしますうん <laughs> ぜひ,ぜひまあまあまあいろいろと <laughs> いろいろ予想しすることはありますけれども楽しみやれへへ <laughs> <laughs> おきちゃんの生誕んとかどうにかえらせあおしなのねそれは入ってください もう当たりますようにって私も願っておきますぜぜひぜひ。だからおきさん押しで私をもう押してくれてる方はラッキーですね今回おめでとうございます票 <laughs> 数かなどうかなそうカーディガン今日でしょうやっぱ白白いものを身につけるってなんかいいよね私なんか白いものに惹かれるのだからすごい今身にまとってて幸せ お休みツイートもお楽しみにうん <laughs> さあさあさあ,あそう今月は直接お話し会もすごい楽しみなこと多すぎないかええ楽しみすぎしかもさなんか直接お話し会の直前まで四国ツアーだった気がする待ってよかあれ見ようあのカーディガンって言おうとした間違えたスケジュール見よう なんかそんな感じだよね。え。あれいつやったっけ、あ直接お話か、二十二三とかやったよね。で、私が四国に行くのが十九、二十二十一なんだよね。めっちゃ楽しみなことがぎゅぎゅぎゅって詰まってる。<laughs> すごい、楽しみです。ドキドキ、ドキドキ。楽しみます。よろしくお願いします。<laughs> いやあ23日に関東会場早いじゃあ皆さんあの申し込みちょっとポチポチポチパ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 チ,ポチ,ポチ,ポチ頑張ってくださいおお誕生日前日なの23日ああそれは来ないとですねよろしくお願いします待ってます待ってるよあ <laughs> 申し込みがまだ半分しか <laughs> いつまでなんだっけなちょっと頑張ってくださいあの腱鞘炎にならない程度に頑張ってください たけるくんハート100個ありがとうありがとうございますしかもこれ私結構燃えそで難しいんですけど普通の服でこれ燃えそでめっちゃなるんですよね最高最高え今日まで関東の申し込みやばいみんな頑張ってあと今日という日はあと2時間2時間33分しかないよみんなやばいよ この配信を一旦ちょっと停止するか BGM にしてやった方がいいと思いますまだできてない方は <laughs> ぜひぜひええー、直接お話し会になるものにフル押し込み <laughs> 待ってまーす頑張ってください <laughs> 今日までなんだ頑張ってカントをくる方ははいおはいお熊根パパさんだるまありがとう天使の絵の具さんかわいいありがとう 頑張れ頑張れみんなあ、大阪と広島に絞りますお、じゃあ今回お休みして待ってますさっき終わりましたえらいいいぞいいぞ待ってる楽しみだえー、また美味しいもの食べれるかな <laughs> あこんなことしかもう考えてないけどみんなとどんな話もできるかあとはめましての方もいるかすごい楽しみなんですけど 結構関東の方私のファンの方多いかなって自分自身としては思ってるですけど楽しみです本当にでも四国の方とかも増えてきた気がするうんショールームを優先したいえちょっとショールーム終わるよそしたらサイト重くなったら申し込み積むかもやばい待ってみんな時間ごとにする <laughs> ここからこの時間あなたここからこの時間あなたって重くなる前にみんな頑張って <laughs> 頑張れ頑張れ田中美穂の食の旅本当よ今日も昨日何食べたを見てっていう映画を見てね見て本当めっちゃ美味しそうっていうのがいっぱいあって私が多分 Twitter でいいねしてるんですけど フリ大根とか出てきたりあとおせち料理黒豆とかもめっちゃ作るの大変やなと思ったりとかあとはなんか冷蔵庫に入りきらない食材たちで料理作ってるのがあってアクアパッツァとかローストビーフとかも作ってるの見てもう,もうめっちゃジュルリジュルリってなりながらポップコーンをかじりながら見てた今日映画。うん <laughs> いやーおせち料理を作れるお家あの私はもう買う系の家だけどほんとおせち料理で作るらしいじゃないですか普通に人品,品な品んかおばあちゃんとかがその過程すごいですよって思いました黒豆だけでもめっちゃ時間かかかっとったんよ <laughs> なんよなめっちゃ煮込んでアクを取って煮込んでアクを取ってこのあとまた8時間煮込んでみたいな言ってて。 8時間ってあのなんかあの作ってる人の相方みたいな方が言ってたんですけど私も「8時間」って言ったもん心の中で <laughs> ってぐらいすごいと思って食べ物の奥は深いなと思ったです <laughs> 感想がめっちゃ食べ物の話「船内 <laughs> さんハートありがとうありがとうございますいやすごいよ母と祖母が数日がかりで作ってたすごいよ 本当にすごいよもう一品一と品感謝しながら食べるべきだって思った本当にすごいよマジで本当に感謝して <laughs> 普段からのご飯もそうだけどねこうやってこんだて考えてこの作業をしてこのお皿にこうやって盛り付けて出してくれてるんだとか考えたら、はあご飯ってありがたいな から美味しく食べようってめっちゃ思いますね美味しく食べますけどいつもうんいやすごいよ本当にお母さんお父さんおばあちゃんおじいちゃん誰,誰か作ってるみんなありがとうって言ってねカン <laughs> ちゃんハートありがとう島風さんもありがとうねそうすごいよご飯尊いっってなった めっちゃ見てたらお腹すくう映画でした本当になんかなんだっけな関係者さんも見て,見て感想をなんかツイッターかなんかに、ね、書いてたんですけど「なんか終始お腹のなりがなりやまない」みたいな書いてたんで、ね「うわどんなんなやろ?」と思ったらめっちゃ美味しそうな食べ物いっぱい出てきた映画でした最高でしたそう「親に大感謝しなきゃ」とかあとは奥さんに作ってもらってる方とか逆に「 あの旦那さんに作ってもらってる方とかあとは何だろうお姉ちゃんに作ってもらってる方とかお兄ちゃんに作ってもらってる方とかマジで感謝して食べようって思いました <laughs> ね、作ってる方に感謝感激ですいや私のもなりなりかけてたけどポップコーン食べて今日はポップコーンはなんか塩とチョコキャラメルみたいなのが塩がちょっと多め。 なんか7割ぐらいの量で3割ぐらいがチョコキャラメルみたいな味のポップコーンをママと一緒に食べたんだけど美味しかったあとママはあのホットドッグも食べてて一口くれてめっちゃうまかっただからお店の人にも感謝 <laughs> 本当に食べ物にも感謝めっちゃ美味しかっただから飯テロ映画にも耐えれましたそうポップコーンなんか 昨日からなんか映画見たい欲すごくて昨日は家になんかちっちゃいポップコーンはあったからそれを食べながら「ハリー・ポッター」見てたんですけど今日はちゃんと映画館に行って大きいポップコーンママと分けながら見れました <laughs> あらたまたまレンジのポップコーンえレンジでチンするポップコーン私もさ昔から家にめっちゃあってめっちゃ食べてた記憶あるあれなんかたまにめっちゃしょっぱいとこあったりとかしておいしい。 ポップコーンあの映画館とかもそうだけどちょっとあったかい感じがたまらんたまらんうまいほんとにたまらんおいしいけん今日も最高だったなんかしかもさめっちゃしょっぱいとこがあったりちょっと薄いとこがあったりっていうのがまたおいしいよだれ出るやばいでも私はしあさって渋谷の音だ明日から頑張ろう明日から頑張ると気合を込めて 明日何食べようとりあえずバナナ買った <laughs> むくみ取ろうと思ってバナナ買ったけどちと何食べようかな <laughs> そう出来たてのポップコーンやばい本当にこのほかほか感とそう逆に味にムラがあるのがいいなんか全部均等な機械的な味よりそのなんかここが塩多いとか少ないとかのがめっちゃ最高 原宿に美味しいポップコーンえだってさポップコーン屋さんってめっちゃ昔流行って私もママが東京行った時とかに「ヒルバレー」とか「ギャレットポップコーン」とかめっちゃ買ってきてもらってたもんめっちゃ流行ってたのになんかタピオカブームでタピオカが増えてポップコーン屋さんが全部なんか潰れてっちゃったらしいんですよで福岡にあったお店もあ落ちたイヤリング落ちた <laughs> 福岡にあったお店も潰れちゃってっていうので悲しかったんですけど やっぱでも元祖元祖と言いますか映画館のポップコーンはマジ美味しいおっしゃって感じ最高でしたそうなんかねそう数年前にねポップコーンはやってたんだけどそう「出来たてのポップコーンはいかが?」それさでき出来たてのポップコーンはいかが?」みたいな声でしょあのキティちゃんでしょ <laughs> 懐かしいゲームセンターによかったやつ 友達がめっちゃモノマネうまい子いたよそれなんかキティちゃんのポップコーンとかゲーセンにありますよね入り口らへんに <laughs> それが言ってるやつだ「出来立てのポップコーンはいかが?」って言ってる <laughs> おもろいあっそうなんだ味人の味覚は均一よりも不均一の方が味に対してシャープに反応しますそれだだってなんかさ 何かおにぎりとかもさでもお母さんがお握ったおにぎりとかここだけふりかけめっちゃかかっとるみたいな部分とかなんかおいしいもんねわかるなんかクッキーとかも人の手作りクッキーちょ,ちょっとなんかいびつなのとかがなんかおいしかったりするもんねそういうことか何かねそうせなんかめっちゃもう全部同じ形みたいなやつよりなんかそういうやつの方がおいしい気がするわ うんあそ、うん、パそマソのポップコーンもあったそれは音声分からんけどキティちゃんも懐かしいえー、セブンの塩むすびもムラがあって美味しいすごいさすがセブン‐イレブン様あそこも再現してくれてるの <laughs> さすがえー、だってなんかセブンの塩むすび食べる人結構見たことあるもん人生で。 なんで塩結びコンビニで買うんって思えたけど美味しいんだねやっぱいつか食べてみます気になります不完全なものに惹かれるなるほどメモメモ <laughs> じゃ私は今イヤリングを片方しかつけてないんですけど惹かれますか <laughs> ちょっとイヤリング落ちちゃってなんかちょっと今破壊してしまった若干ちょっとこれ後で直さなきゃいけない みほりのまだまに聞けるとありがとう似てましたかねおお塩むすびお茶漬けよなるほど塩分でもいいねでもいいね <laughs> いいねいいねでも何かと一緒にとかおかずと一緒にとかいいかもね塩むすびなんかただの米食べたいって時もあるしねえへへ常に惹かれてます片耳かけに惹かれてますあ しょうじゃない,い,いんであのはいそうなんですよ <laughs> そうなんですよとはねっ今,今私不完全なんでイヤリング片方しかつけてないんでみんな好きになってくれとんかな <laughs> こういうことじゃない <laughs> こういうことじゃないと思うけどおにぎりを用お <laughs> 言,言ったねじゃあ君は 君は、君は私よりお餅が好きだね <laughs>。おにぎりとお餅だったら、ちょっとおにぎりも美味しいよね。かもんちゃうね。ふふん。ふふふんだよ。狼さんだるま、ありがとうございます。ふふん。わあ、高いお米で炊きたての塩むすび。うわー、最高。いい米食べた時の違いやばいよね。 なんかめっちゃ昔にパパがなんかすっごいなんかこれめっちゃやばいやつみたいななんか本当にそこそこらで売ってるいい米も美味しいけどなんかもう全然売ってないやつなんか一回買ってきてくれたことがあって「え米米米米うま」みたいな時あって日本人ややっっっぱ米やなって思った最近はでもなんか雑穀米とか黒米とかにはまってます私は白米だけじゃなくて。 なんか玄米とかにもハマった時期あったけどなんか最近はそういうのにハマってますねでもうん白米うまいけどねえお米屋さんの炊いたご飯えお米屋さんえっかんない食べたことないえそんなの食べたいなちょっと教えて <laughs> ちょっと教えてあ新米の炊きたて最高だね なんかあのー、広島にいとこ住んどるけんおばもいるんだけどおばがこのちょっと前1か月前ぐらいかな新米をくれてママと食べてお家でめっちゃうまかった塩鮭と食べておいしかった記憶あるいいねお米いい,いいいいいい東京にありますおむすび屋さんああでも広島にもなんかおむすび屋さんあるよ それなんかたまにお話から差し入れいあったよ美味しいしかもなんかさ東京の駅とかでもよく売ってあのなエビ天がちょっとはみ出てるおにぎりとかおにぎりって言っちゃった <laughs> おにぎりとおおにぎりとかおい <laughs> しくないですかそういうのもいいしなんかただ本当に明太子みたいなやつとかもおいしいしいいよねえ <laughs> あーワインとかウイスキーは古い方が美味しいのに不思議なるほどそうなんか確かになんか何年もののみたいなとかあるもんね確かにそう天むすとかなんか東京はさどこの駅もなんか大きいじゃんでなんかすごいなんか多様な売ってるじゃんだから気になるおむすびのお店 え、そう、そのお店何て読むのそれ似たや似た似たやにうん、うん、なんかそれ食べたことある美味しかった無性におにぎり食べたくなる時あるしあと私ちょっと前ハマってたけどわかめご飯食べたくなる時もあるしなんか昨日はなんだっけななんかなんだっけ芸人さんがなんか料理対決をしてゲストの食べたいものに。 答えてななんか料理対決をするみたいな番組で千鳥さんと博多華丸大吉さんたちが出てて戦ってたのを見て華丸さんたちが明太子使ってったんよ炙り明太が出てきてめっちゃ美味しそうすぎて昨日はめっちゃもう今日絶対明太おにぎり食べるって思ったけど結局食べなかったんですけど忘れてたんですけど。<laughs> テレビ見た直後ってそういういの あるんだよねそうあ見てましたフジテレビのやつなのかそうあれなんかたまに見るとめっちゃおいしそうな私やっぱ料理の番組が好きなんだなと思うんですけどそうなんか明太子の皮は苦手だけど炙ったらパリパリになるから食べれるじゃん明太子の皮はブヨブヨが好かんのやけどパリパリなんですよあぶって。めっ どこのコンビニの明太おにぎりにしようって昨日夜調べててこのコンビニ行こうとか思ってたのに普通に忘れてて <laughs> もう今日はポップコーンの気分になってて忘れてたんだけどそう明太子美味しそう最高ねうん明太子の皮が苦手ってことは鶏肉の皮もそう 鶏肉の皮ブヨブヨちょっと苦手パリパリだったら食べれるだけど博多の鶏皮焼き鳥の鶏皮は食べれるようになったなんか味で味が美味しいからもう食感に勝てたけど <laughs> そうまあね頑張ったら全部食べれるんだけどそうそうでも焼き明太やばいよねななんかなんかか明太って ってちょっとやっぱり生臭さというかなんか生感があってなんかちょっとちょっとなんかグロい時あるじゃん <laughs> それがなんか炙ったり焼いたりするとやばいよねガチだよねガチ,ガチ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 バリうまいになる <laughs> から「明太子は炙って出してほしい」<laughs> 注文が多い人ですけどうん いいっっって思ったた美味しそうだった昨日昨日博多華丸もうめっちゃ覚えてるもん博多華丸大吉さんがなんかゲストにご飯を作ってたんですけどなんかガーリックライスを石焼き鍋の中にポンって入れてその上に水菜を乗せてその上にすっごいなんかいいお肉のサールインステーキみたいなのをちょっとレアな感じでのしてそこに焼きめ太たをのせてたの。それを 熱々ののの石焼きの中で食べれるのもう今の説明だけで美味しそうじゃないですか <laughs> めっちゃ美味しそうすぎて「やばいめんたいこ食べたい!」ってめっちゃなったんだけどそう語りだけで召してそうなんですよ私伝えるの今めっちゃうますぎたわって思った熱々の石焼きの中にガーリックライスのっていまして水菜がのっててお肉サーロインステーキが あのちょっと切ってあってね薄くその横に明太子焼き明太子がサッチ <laughs> そう聞いてるだけでうだれが出る本当にもう私は言葉だけじゃなく映像で見てたからもうはやばおいしそうじゃんって思ってましたあ空想で食べましたいいね推しも食べるおなかすくおなかすくすくすく うん早くお風呂入って寝ないとねえやばいよねめっちゃ夢見る目になってる明太子食べたいな食レポ行けますかほんと食べると美味しいしか出てこないけど大丈夫ですか <laughs> 来月の福岡遠征が楽しみあそうだねちかっぱ祭に来る方はぜひぜひ ななんかなんかかこの間なんでか学さんがなんか喋ってるのが聞こえてきて「なんか博多は明太重が美味しかったな」みたいなの言ってたからやっぱ明太なんだなと思った私めた明太重食べたことないんやけどなんかねあのうな重とかの重箱みたいなやつの明太版みたいなのがあって明太重っていうのがあって明太がいあれ1本入っとんかななんか学さんが「美味しい」って言ってるの聞こえてきた <laughs> 私なんか最近耳良すぎてなんかねちょっとあっちで話してる人の声まで聞こえちゃうのやばいよね聖徳太子かなみたいなうこういうあっおいしそうおいしそうおいしえ待って2個のってるどういうことこれ絶対あぶってないこの明太子ほら絶対おいしそうじゃんうおいしい福岡来た方ぜひ食べて帰ってくださいぜひぜひ うん、<laughs> ぜひぜひそうこれ食べたことないけど私 <laughs> ね地元の人逆にないかもしれん食べたことけど、うん、絶対うまいやんラーメンとうどんと餃子ともつ鍋も美味しいけどこれも美味しそううんそうサシ子さんが食食べてたあ <laughs> めっちゃ並んで食べたそうなんだやっぱ。 なんか建物も見たことあるの多分そう見たことあるこれの近くのパン屋さんは行ったことあるけどそう建物見たことあるけどなんか並んどるなんやろうなと思っ,とったら明太中だったっぽくてそうこれは福岡にあるお店です食べたことないので食べたいですあタレかけて食べるんだめっちゃおいしそうな画像出てきたやばっ みんなこれよだれ垂れ流しながら寝ちゃうこんなの見たらあかんあかんやあかん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 おいしそうね地元の方逆に食べたことないと思うんだけど食べよう今度いつか食べようちょっと帰ったらいつか食べようと思いますいやおいしそうだほんとに次の日塩分気にしなくていい日に食べよう <laughs> 確かにテロップが映画なのに食べ物の話題になってるそれな失礼し,し,しまして失礼しましていやー最高福岡我らが福岡我らの我らのがツンツルル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 ーってやちけど <laughs> 美味しいものいっぱいの福岡近場っぱさん来る方は美味しいものを食べて帰ってくださいね <laughs> 聞きながらスーパー寄ってたんやけど明太買った <laughs> まんまと私の罠にはまっていますね是非おいしく食べてくださいうんそう塩分の塊だけどでもおいしいから食べちゃうよねっていう,うちなみに明太は私のお家は福屋の明太が好きでしたお店によって結構なんかここは結構さっぱりめだなとかここは味濃いめだなとかここはお酒の香りが結構強いなみたいな め明太もお店によって違うんですけど福屋の明太が好きです私たちでも駅とかになかなか福屋がなんかなぜかなんかあんま売ってない時があるんだけどおすすめですうんうんお茶漬けにのせても美味しそう明太子いいねあ金服めっちゃ CM 合ってたの見た何だっけあのえあの CM かななんか外国人の方が出てきてておばあちゃんが出てくるみたいな CM がメンタイの CM あるんだけどなんだけあれ何て言ってるかななんかおばあちゃんが「なんじゃらかんじゃらな,なんじゃらな,なーって言って「おっしょい」みたいななんだっけあれ <laughs> あれあれは金服かなわからんどっかわかんないけどめっちゃ CM が記憶にある。 これはローカル CM かもしれないあっかばたはも CM やってるあの明太子が2個で口みたいになってて「かーばーたーなぜうまい?」みたいな <laughs> なんだっけ「かばたは昆布漬け」みたいな「明太なんちゃら」みたいないう CM とかもあったりとか <laughs> そういろいろありますね ローカルかなかもしれんそうでんとまるのかわたからし明太子なんちゃらかんちゃらーみたいな <laughs> ごめんなさい一人で盛り上がってますローカルだね多分ローカルかばたかばたかばた CM かばためんたいこ CM そうこんな感じであのめんたが喋るのほら <laughs> これやばいねちょっと見てみようかななんかね「かばたなぜうまい」ってやつ <laughs> 10年前から変わってないんだないほら「いいめんたい」って言おうかねなんて言おうんかなヘイめんたい」 めんたい,明太い天と丸の川端からあしめんたいこよっ川端って言ってるらしいだがしかしかばたのめんたいこは食べたことない <laughs> けどうんなんやっけなあれあれもあのおばあちゃんの CM はなんやろめんたいこじゃないんかなめんたいこ CM ふくさやだった私が言ってるもう一個の CM は 草屋ってとこも明太子で有名なんですけどほらおばあちゃんと外国人が出てる <laughs> だけど私のお家は服屋っていうね <laughs> どっちでもないんかーいみたいなでもんかねこの CM 昔からあってめっちゃ記憶残ってます 見てみてみくださいあーピシャッと21時をお知らせしてくれるしそういうことピシャッとって言っとんかんかんか「シャンなんだ」みたいな言ってるから何言ってるろと思っ,とったらそういうことか懐かしいです <laughs> めっちゃローカルなんですけど見てみてください <laughs> そうローカル CM 問題とかなんか番組とかで見たことあるんな感じで。 ね、明太子の CM それが真っ先にそうこれかさっきの明太子が歌ってるやつがよく流れてました記憶です <laughs> ローカルすぎてそうだよね多分福岡とかうん福岡だけかなかもしれんあ <laughs> HKT のメンバーから聞く福岡ローカル CM ネタを ST メンバーから聞けるとやったね もう,よくもうほぼほぼ、まあ、こっちに来てね広島のね CM も知れましたけど福岡もほぼこういう感じの CM だったね懐かしいおこんばんはこんばんはわわわわ <laughs> ローカルネタねなんかね盛り上がるなんかいいよね <laughs> <laughs> なんかいいよねみんなのローカルネタで面白いなったら教えてくださいアイラブ天神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 は違うわ I got no tan tan t メガネとだだ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 お越しになります夢のレンズってやった天神愛がえ違うかなめっちゃ歌っちゃったけど <laughs> そんな,なんかそんな感じのとか ありましたしうん <laughs> 何もわかんないえ広島の気になる CM はえなんかねめっちゃたまに流れるのがなんかすごいめっちゃ古い映像のでなんかなんかねなあれな車なんか女の人たちがなんかな車の CM んか教習所の CM なのかななんか分からんけどなんか。 すっごいなんかディスコみたいな感じでなんか踊ってる感じの CM が広島にあるんだけどあれ何の CM なのか分かってないけどめっちゃたまに流れるやつでもういつ撮影したのってぐらい古い感じの違和感ないなんか「なラなラなみたいな感じの音楽だったけどんだろうあれ最後に知ってから終わりたいねなんだろう 絶対これもローカルだわと思ったけどあ自動車学校のあそれかも「ロイヤルなんちゃらかんちゃら」ってやつかもめっちゃそれ何これと思って全然全然関係なくないみたいなこの映像みたいな思って面白いと思ったですねなんかすごいなんか OL さんみたいな服の人が車の,あの運転するとこあるじゃんあのハンドル思ってなんか踊ってる。 踊ってる謎の CM があってなんだこれって思って見てたらまた「ロイヤル CM 広島」とかで調べたら出るかも見てみてくださいよかったです最後にすっきりしてでは皆さんのローカルも教えてくださいでは最後にランキング読んでいきたいと思いますめっちゃ謎の CM ばっかり話しちゃった では、二十二の三寄り印賞からいきます。二十二は、持続さん。そして、十三位からいきます。十三位ももたんさん。十二位リーツさん。十一位ユナイテッドさん。十位やじうまさん。九位ふなっちゃうと、なかみちゃん、たおしさん。八位、だいちさん。 7位オオカミさん6位デサイズハートさん5位クマネポパ,パさん4位チョコミントリスさん3位アッアとト自称ミホパパさん2位竹まつるさん そしして第1位はかんちゃんでしたありがとうございまパチ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 。ということで今日は食べ物の話で終わるかと思いきやなんかちょっと面白い CM たちの話になりましたけどなんかまたなんか面白い何かを見つけたら皆さんも中身と音とかいろいろ教えてくださいではもうこの後終わってからちょっと数分したらもうお休みついと先にしてからお風呂に入って寝ようかなと思います。 ツイッターも見てくださいぜぜひひでは、最後にじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグー。じゃんけん。グー。ありがとうございました。では、おやすみなさい。おやすみほー。また明日。